任期満了に伴う佐伯市長選挙について、現職の田中俊明市長が参選を目指して立候補する意向を表明しました。田中市長は市議会議員や県議会議員を経て2017年に初当選し、現在2期目です。出馬理由について、人口減少や地域経済の弱体化など課題が山積みの中、改革を途中で投げ出すわけにはいかないと話しました。3期目はふるさと納税などで稼ぐ力をつけるほか、地域内の経済を循環させる仕組み作りや南海トラフ地震への対策も進めたいということです。任期満了に伴う佐伯市長選挙は来年4月6日告示、13日投開票です。これまでに市議会議員の高橋圭一さんも立候補を表明しています。